ポール・プレストンは、アメリカ、イリノイ州の出身の医療人類学博士であり、マザー・ファーザー・デフ、リビング・ビトゥイン・サウンド・アンド・サイレンスの著者である。本書は、渋谷智子と、井上朝日により、聞こえない親を持つ聞こえる、子供たちから、老文化と長文化の間に生きる人々として、日本語に翻訳された。現在は、カリフォルニア州バークレー在住。 障害を持つ親をサポートする非営利団体スルーザ、ルッキンググラスで働いている。ポール・プレストン自身は聴者であるが、彼の両親が老者であったため、コーダとして育った。1992年マザー・ファーザーデフ出版。研究者の視点、当事者の視点を融合させて、従来の老文化研究ではあまり焦点が当てられて、来なかったコーダのアイデンティティや、家族の問題を執筆。 2003年、日本手話学会の基調講演者として来日。著書の中でインタビューしたコーダの人たちを、インフォーマントという言葉を使用して表現している。この理由は、本を執筆当時は、コーダという言葉が、それほど浸透していなかったこと、抵抗感を示す人たちもいたので、インフォーマントという言葉を使用したことによる。コーという手話は日本だけのようで、アメリカでは、 指文字で CODA とやる。本人曰く手で C という形を作って、ローと表す手話は日本で初めて見たということであった。ありがとうございます。